薬を直接かけ塗りしていきます。さっきの血粉があったような場所にカーバメート系の油剤を塗っていきます。でこの薬は速効性というよりかは残効性のあるお薬で、これを塗ることによって後から床地の実がここを通ってくれればそこに触れて死んでくれるという待ち伏せ効果のある薬になります。